はい、なんか今日キャンプに来ている方々のテントの中を見せていただけるということで、特別にお邪魔したいと思います。お宅探訪です。わー、お家がすごい、え、超おしゃれ。いいですね。これも100均で、これも全部100均で、絶対綺麗ですよね。もうお布団も敷いておりますね。クッションも枕ですかこれ。おお、つけていただけるというか、あ、これで回してるんだ、熱で回って。あー、そうなんですね。キャンプをあんまり知らない人からすると画期的、すべてが着いた。いいですね、とても映像が綺麗です。素晴らしい。これ好き、気に入った。気に見えない、本当にいいよ。もうすごいめっちゃオタク探訪させていただいている。夜暗くなってきたらこうやって作ってさ、ちょっとここでさ作業できたりする。ここにも椅子がね、3つあるからさ、ここで夜空を眺めながらお話ししたり飲んだりとかね。素敵すぎる。あー、すごい、あ、包まれてる。めっちゃ包まれてる。次は野人さんのキャンプの中を見せていただけるということで、よろしくお願いします。します。顔出し NG なんで、はい、すいません。すごいバレそうですけどね。ランプがなんかめっちゃ高そうっていうことしかわかんない。ここ何年も前に買ったやつなんで。へー、やっぱランプも全然違いますね。そうですね、私は明かりがやっぱり好きなんで。あー、オイルランタン、あ、すっごい綺麗。今ちょっと料理してました。あー、いい匂い、お肉の匂いがしてるんです。湯気が出てる。マッチオーブン、熊肉をちょっと下茹でしてました。すごい、いい匂いなんだよ。おそらくこっち側の手前側の、あ、そうなんですね、こっちは羽釜で牛筋の今肉に作って、これもインスタまた上げますんで。あ、でこっちが熊肉なんですね。そうですね、わ、熊肉です。おいしそう。熊自分で取ってきたんですか。いや、取れないっす。仲間が持ってきたやつ、おお、今調理してました。ワイルドさっていうか、そのジビエだったりとかやるとね、そうですね、美味しいですよね、なおさら、ね、やっぱりラグあると全然雰囲気がちょっと変わって、うんうんうん、違いますね、うん、これもベッドですか。これはベッドです、私今日ここで泊まります。おお、そっか、さっきの方とは違って、ここはもう地面 で、 そうです。だからもうベッドが用意されているってことですね。そうです、冬なんで雪あると片付けるの大変なんで、あ、濡れる面積を少なくできればいいかな、はい、キャンプやる人によってそのこだわりとか考えがあるから。そうです、そうです、一つテントって言っても全然違うんですよね。ちなみに青森の野人さんの調味料セットはこちらで。すごくない。続いて3軒目、モグさんのお家でございます。お家テント、え、ちなみにここは誰のですか。野人さんです。あ、野人さんで、はい、こっちがモグさんの、はい、わー、なんかやっぱアイテムが全然違う。このなんか炎が背景で文字が入ってるといいですね。はい、それが出るような形になってます。うん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 、これですね、はい、それカバつけちゃってるんですけど、あ、もう全部あー、はい、アウトスパイスね、はい、アウトスパイス一瓶にこれ半分以上に肉なんで、通常に肉しようっていうと、はい、にんにくちょっととかだけでですね、バーベキューソースもあります。へぇー、アミチェノさんからもです。あー、ゲンタレとどう違うんですか。にんにくが多くて、はい、辛みが強い。あー、なるほど、ちょっと刺激が欲しい人向けの、はい、これで鍋とか。あー、いいですね、はい、万能なタレでございます。じゃあちょっとモグさんのテントの中を見せていただきます、はい、3軒目ともなるとやっぱり全然ね、やっぱ違ってくる。そうですね、うちはテントインしてるんで。あ、そうだ、はい、テントの中にテント、一
応あるんですけど、寝る。そう、寝るところなんです。シンプル。あとはもう人のテントにお邪魔して、はい、お酒飲みている。あそういう、あ、いいですね。そういう関わり方もいいと思います。しかも、これはもう LED とかじゃないですか。そうです。なんかすごい軽くて、そうですね。いいですよね。持ち運び便利で。あー、充電式なのは助かる。はい、不死鳥の。ジュニア。あー、ほんとだ。かわいい。で、ここ、モグさんのところも床は何もしていない。そのままです。はい。ファミリーのキャンプとかになると全部床あります。はい、あー。全部床やって、はい、やっぱり子供とかいると必ずお座敷スタイルにするんですけど、それはそれの場合は必ずという感じです、はい、でここに道具がそれを選べているっていう感じですね大丈夫ですよ。なんかねぶら下がってみるとかちょっと面白いなって。はいはい、ハンガーですね。なかなか私本当キャンプしない人だから。これまな板ですね。え、これは自然の木ですか。です。それをオリーブの木です。ヒーでこういうの販売してます、まあ、あんまりホテル少ないですけどね。すごいね。なかなか私全然持ちすぎて。モグさんのところはもう外に調味料とか、はい、もう椅子の周りに全て手に届くところに物が揃えられてるっていう感じ。お料理に全てを食べて今日は何作るんですか。今日はラメチョップ。ハイレベルな。すごい。塩コショウ振ってあげて、モグさんをぜひ食べてください。これで塩半分だからいっぱい振ってもそんなしょっぱくはないですよ。クマ肉いただきます。こんなさ手で食べるとかワイルドでしょ。もあ、柔らかい。調味料もなんかすごいかけてんなと思ったんですけど、ちょうどいいです。これただ煮込んだだけ。そうです。赤ワインで煮込んで、ただそれだけです。で塩コショウですね。このうっすら味が染み込んでんのも美味しい。2つかけたけどそんなにね味の邪魔になってないっていうか、むしろちょうどいい。うわー、いてててて、あー、ま、マジうわー、うわー、あっつあっつ、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 あ